熱血コンサル基礎産業。銀行信用金庫も民間企業なので、少額の取引ではなかなか重要な取引先として見てくれないと思うのですが、会長が信用金庫銀行員時代に融資額という面で言うと、いくら以上が支店の重要取引先として捉えていましたか？それは信用金庫銀行の違い、もしくは勤務している支店によって変わるものでしょうか？変わるよね。ちなみに1億ぐらいしかなくても支店長行く先あったんだ、借り入れ金額が。それはなぜかというと、その店が小さいからね。残高がっていうよりは、上から何番目ぐらいみたいな感じの方が正しいかな。支店長はだいたいシンパって呼ばれてる先が、だいたい70先ぐらい持ってるって感じかな。どこの支店も。ミニマムでね。ちなみに、僕が前行った H 銀行の道支店は100先ぐらいはあったと思う。で、それは、その元々 H 銀行発祥の地だから、その融資取引がなくても、シンパっていう方もいるんだよ。そこはもう絶対行かないといけない先っていうのがあるよね。預金たくさん持ってるとかね、例えば、元その市長さんであったりとかっていう先だってあるんだよ。で、それと、まあ、貸し出し先っていうところがあって、その合計が多分100はあったと。もう相当忙しいよ。だから、あのぐらいの店の支店長に。俺も最近わかるからね、自分で金融やり始めてた頃、金主さんがいてさ、で、そことお話しして、で、やっぱり金主さんのお悩みも聞きながら、この今回みたいな資金繰り悩んでる人とかね、いうとこをプロデュースしたりとかっていうようなところも両方やってるから。でも実を言うと、もう50先超えてくると相当忙しくなってくると思う。実を言うと。だから、今回の答えは取引の多い少ないじゃなくて、その店の転格、まあよく言うこう、SABCD とかってあるんだけど、で、その転格とそれに合う、100先ぐらい見ないといけないような、例えば700先とか持ってたらさ、やっぱり10分の1ぐらい70先ぐらいは見とかないといけないんだよね。それしかも自分ところだけじゃないってケースがある。最近は出張所とかブロック店とかってやっぱ この店とかあるから、そこも全部含めると例えば100はいかないといけないとかいうし、まあ、ケースもあったりするから、その取引の多い少ないじゃなくて、その取引先数から考えて上から何番目かっていうところで判断するのが一番答えかな、今回というふうに思いますね。取引店が中核の支店ではなく、サブの支店であれば、取引金額が少なくても、まあ、いろんな要素で重要取引先と見てくれますか？まあ、それはそうよね。だから、サブの支店であれば、既存先はサブで あるがために恩恵を受けてるってケースよくあるんだ。俺が昔、その H 銀行にいた時にこんな話があるんだよ。融資取引先を、真向かいに島があるんだけど、その島に支店があって、で、そこと、まあ、尾道とかくっついたんだよ。融資取引先が。その島の中では上から10番目ぐらいだったと思う、そこの取引先が。だけどくっついたらもう真ん中より下みたいな感じだよね。そうなるともうまともに扱ってくれないみたいな。まあその時にはね、小さい取引であっても支店長来てくれて、ほんでプロパーも融資してくれてみたいな感じだったんだよな。だけど、まあ H 銀行とその尾道とくっついちゃったから、融資取引先が。そうすると下から数えた方が早いし、もうこんな先はなんか執行役員支店長を判を押すような取引先じゃないというふうに判断されて、すごくまあ緊縮に持っていかれたっていうケースはあるよね。もうそこにやっぱ挟まれた担当者はもう悲惨なんだよ。もう俺もそれは苦労した、その会社。でもやっぱり担当者ってやっぱあれじゃん、宮遣いだからさ、ね、所詮。やっぱり自分で判断できるわけじゃないからね。で、そこの支店長も困るよね。っていうことはあったな。でも結局ね、その会社も他に取引銀行を探そうにも探せなかったんだよ。だから大変な、取引する場所って大変なんですよ、みんな。もう、大切なる。その島でだって、取引してる、いうか支店を持ってる銀行なんて本当ないんだよ。信用金庫とそこぐらいしかない。でもそんなさ、なんか要注意先と債務帳、ね、破綻懸念言ってるような、会社に信用金庫といえども取引新規でしたくないじゃん、保証協会つかないのにみたいなね、いうふうな話になると、やっぱりそこに支店がある限りその会社は何もできない。だから
取引口が広いところにやっぱり出ていかないと、本社持っていかないといけんのですよっていうのを一番よく言ってる例がこれなんだよな。まあ、これなかなかいい質問だと思う。まあ、そういう実情があるというのを覚えておいてくださいね。融資残高もしくは預金料以外で自分の会社を重要先として見てくれるっていう会社の特徴っていうのはどんなことなんでしょうか。どうだろうな。あ、一つはね、伸びる要素があるっていうことかな。俺が前、今もう新派で上から数えた方が早いぐらいの取引先を俺開拓したことがあるんだけど、それね、5000万ぐらい債務超過だったんだよ。だけど役員報酬夫婦で3600万ぐらい取ってって、預金をそれなりに持ってた5000万ぐらい預金振り替えてくれたんだよな。そういう先でもやっぱりその役員報酬減額して俺らが指導してね、ちゃんとキャッシュローをつけてくるとそんなに伸びてくるみたいな。でね、この会社ね、実を言うとあることで伸びるっていう要素が分かってたんだよ。メインバンクのM 銀行っていう銀行があるんだけど、そこは要はそれが見抜けなかったんだよ。俺は見抜いたんだよ、実を言うと。もう今いんのかな、なんかあれだよ、こう腕にこう刀刺してから血板が走ってみたいな、いうような人、有名な人いるじゃん。あの人がやってるような、なんか防熱家のお仕事をされてたんだよね。でそこの大元が潰れたんだよ、民事再生したんだよ。でその中元をたどればその人になんかつながるらしいんだけど、そこが民事再生食ったからこの会社は絶対おかしくなるって思ってたんだよ、実は。だけど船ってもう元々バリューチェーンって決まってんだよ。そこしかもう行かないんだよ、注文が。だからそこから防熱部門が独立して別の会社ができるだろうっていうのを俺は予測してたんだよ。だからこの会社はしっかりその債務超過部分は預金を入れてくれてるから、この会社絶対経営改善できるって言ったんだよ。そこの会計士さんと一緒にやったんだよ。ものすごい良くなった。こういう先は支店長が行くんだよ。もう将来的にあらゆる取引先が見込めるじゃん、だって。なんでか言うと、この主な、ここから、要はなんとか波で行って会社だったんだけどね。ここからまあ抜けてね。ほんで、新しい会社ができるという。で、この会社っていうのは、絶対造船業では必要な事業なんだよ、実を言うと。もう 3K どころか 7K ぐらいあるような商売で、きついんだよこれが。でここからこの人がやってる、受注を受けてるってことは、ここから H 銀行こっち攻めに行けるんだよね。そうするとここの取引っていうのは結構分厚くいけるっていうことが実は分かってた。ましてすごいこうクリーンなやっぱ資本関係の会社っていうのがもうある程度見えてたから、だからそういうのは支店長自ら行くんだよ。大きいよ、それ H 銀行のね、発祥の地って言われてるようなところだから、支店長自ら行ってそこの社長さんと思うてね、で紹介してもらって、でここの大元の取引も開拓して、今結構大きくなってると思うよ、そこ。そういうふうな、なんか取引を連続性っていうとこよく見てるから。で優秀な開拓担当ほど、そういう要は船なら船、例えばね、例えばその建設なら建設、医療なら医療っていうところの、その地域の上から下までのそのバリューチェーンっていうか、こう誰が誰に発注してとか、誰と誰が商売畑でっていうのは頭に入ってんだよ。だからその中からこの支店長こういう会社なんですっていうことを紹介して、戦略上必要なっていうところには行くっていうのが、まあ優秀な銀行の視点の考え方かなというふうに思いますね。まあそういうことで、今回の話はちょっと特別な話なんだけど、銀行サイドから見ててね。でも皆さんからすると、じゃあ自分はこの取引してるところで上から何番目だから、こういうふうにしないといけないっていうのも分かんないでしょ。だから普段から資金調達に腕を磨いとかないといけないんですよ。ということで、1万2000円のメンバーシップやってます。毎月1万2000円で、4人1組でやってるんですけども、他の、まあ、会社の社長さんとかがね、どういうことで悩んでるとかね、どういうふうなことをやってるみたいなことが分かるのが一つ。で、今やっぱり経営改善で、まあ、悩んでる方、で、その中で、まあ、コンサルを受けようと思ってるんだけど、やっぱりそのコンサルは何をしてくれるかわからないってよくあるじゃないですか。だからコンサル1対1っていうのもあるんだけど、それだけたくさん取引、もう40社いますからね、ここ2ヶ月で40社ぐらい集まってる。でこの会社のこの仕事をやってみませんかとか、大きい会社になればなるほどいろんな儲け話ってくるわけだから、その会社からこれやってみないとか、例えばこの集客のスキーム使ってみませんか、資金はうちが入れますよみたいなような話とかね、
そういうふうなことをしていきながらプロデュースしていきたいというふうに思ってますので、ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでお問い合わせいただければと思います。そうすると無料で一回ちょっと私とズームさせてもらって、でそれでも、まあ、お互い良ければ進めていくという形でさせてもらえたらと思います。それと今資金繰りに悩んでるとかね、資金調達したいとか赤字から抜け出したいとか、そういうふうなことで悩んでる方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。